こんにちは。この動画では和服を色っぽく描くポイントについて考えていきます。よろしくお願いします。まず基本的な形状です。和服と一言に言っても2000年ほどの歴史がありますので、形は実に様々です。現代の女性の一般的な着物はこういった形ですね。袖の形状ですが、現代人は男性なら角をピシッと四角に、女性ならほんの少しこれくらいの丸みをつけますが、あと元禄袖といってこれくらい思いっきり丸くした袖もあります。お雛様やと子供の着物としてすごく可愛らしいと言って好む方が今もいらっしゃいますね。で、この長い着物を腰のところで託し上げて、おはしょりを作って着るわけですが、この時に襟をですね、少し後ろにずらして首元を開けて着るということを女性は一般的に行います。これを衣紋を抜くと言いまして、これが何よりも色気を醸し出しますね。では具体的な襟の描き方を説明していきます。和服の色っぽさはそのほとんどが襟で決まってしまうと言っても過言ではないと思います。洋服と最も構造が違うので、着物に慣れ親しんでいないと理解が難しいパーツです。まず最初に一番描きやすい衣紋を抜かない形から説明していきます。肩の線と体の正中線が交わる点から小文字の Y を描き始めます。角度は顎の輪郭線と同じくらいで、ちょうど首に沿って立つように首の後ろに回り込んでいきます。こういった衣紋を抜かない窮屈な着方はお坊さんや巫女さんなどの宗教関係の方、それからさっきも言いましたが女性がまだ水髪だった時代に見られます。ワイシャツの襟、またはブラウスなどの襟とほぼ同じなんですね。洋服であれば誰しも描いたことがあると思いますので、同じように描いてあげて、それが少し長く体に回り込むように続けます。後ろ姿もよく見慣れたシャツの後ろ襟と同じ感じで、前に向かってなだらかに消えていくように。あと着物の場合、背中の真ん中、正中線に裾までずっと続く縫い目があります。絵を描く上で縫い目っていうのは必須ではないんですけど、ポーズとかデッサンを分かりやすくするために非常にこれが便利な線ですので、うまく使ってあげるといいと思います。ではいよいよ現代で一番一般的な少し衣紋を抜くタイプの着方に行ってみましょう。先ほどの衣紋を抜かない着方では首に沿って襟が立ったんですが、衣紋を少し抜くとですね、こんな風に緩やかに曲線を描いて後ろに下がります。次にですね、肩の幅を確認します。そしてここが首の線、このちょうど真ん中ぐらい、この位置に印をつけて意識します。で、ここで襟から先のラインが角度があまり急に変わってしまうと、ちょっといかり型のような印象になってしまうので、和服はだいたい撫で型の方が美しいというか、たおやか上品に見えますので、絵であればなおさらですね、肩をちょっと削るぐらいの気持ちで撫で型にしてしまっていいと思います。この辺りは襟というのが角度のついた立体であるということを意識しないといけないんですが、仮に分かりやすくストライプ模様をつけて説明するとですね、先ほどの衣紋を抜かない場合はこんな具合なんですが、衣紋を抜いて着付ける場合、正面からはこう、ところがこれが斜めから見た時にですね、後ろ側から角度を変えてねじれるように、しかもかつ遠近感を伴って体に回り込んできますので、これを斜めから描くっていうのは非常に難しくてですね、慣れるためには多分実際の写真やなんかを見て
たくさん練習する以外に方法がないかもしれません。なぜ同じ幅で襟が続かないかというとですね、これは絵を見ている人の目ですが、こうして見るとこの立体である襟に遠近感が生まれてしまいますので、これを後ろから描くというのにまたコツがいりまして、ここら辺に影を描いてあげるとそれらしくなるかもしれないし、入れすぎると逆にくどいかもしれないです。では一番難しい、たくさん獲物を抜いた状態を描いてみます。今回はそのさらに肩の外側、もうかろうじて肩に引っかかるぐらい、ここに襟が着地するということを頭で考えながら緩やかなカーブを描いて描いていきます。獲物をたくさん抜くほど襟は直線ではなく曲線で描くということを心がけるとそれらしくなるかもしれません。横から見るともうほとんど背中が見えるくらいまで獲物が下がっています。ここから丸く体に沿うように、斜めから見た時も獲物がどれぐらい下がっているか意識するために背中側の見えない線を一度描いてあげるといいですね。で、背中から見た図もやはりガイドを引っ張ってあげて、ここら辺まで獲物が下がっているよと。で、これも先に肩から袖の線を描いてみて、その延長線、ほぼ角度を変えずに襟を始めて緩やかな曲線を描いてあげます。で、和服は襟の裏地というか内側に着ている襦袢の襟を見せるのが一つの独特なおしゃれですので、ここ色とか模様で遊んでみると可愛いですね。で、獲物をどれぐらい抜くかなんですが、これはキャラクターの設定や時代背景なんかによって本当にそれぞれだと思うんですが、一つ現実的な目安を言いますと、例えば舞妓さんはですね、胸を下半分ほとんど押しつぶすぐらいの位置から幅の広い帯を締めるんですけど、肩がこうあるとこのギリギリぐらい上の方で帯を締めて、結び目がこの辺りに来て、それに触れるか触れないかぐらいまで獲物を抜いています。なのでかなり背中が見えます。最後に余談ですが、襟と色気ということで一つ典型的な例をご紹介します。重ねて着た着物の内側の襦袢の襟をですね、左は普通に、そして右だけを大きく引っ張り出してねじって、中途半端にこう裏返して、裏地の赤い色を少し見せるという特別な着方があります。歌舞伎屋なんかではよく見ますね。最後に胸の話を少しします。洋服はブラジャーをするということと胸を強調するということが両立するんでいいんですけど、和服の場合はそれが両立しませんで、体型の補正というのが胸を潰してくびれを埋めるものなんですね。この絵で言うとボディラインはこうなっているはずなんですが、帯を締めるとくびれを殺して胸から胴が一直線に収まるようになってるんですよね。逆に色っぽさを通り越してエロさ、熟女っぽさ、いやらしさを強調したいなら胸の強調は効果的だと思います。以上です。ありがとうございました。